新年明けましておめでとうございます、えー。昨年は大変お世話になりありがとうございました。本年もマースケチャンネル3をよろしくお願いいたします。ということでですね、えー、年が明けまして2021年となりました。えー、もう今日はね、朝からもうあのお酒飲みっぱなし、食べ物を食べ過ぎでもうお腹いっぱいで、今ですね、 えー、新年の正月用のお絵かきをしているところです。今まだね、あのお絵かきしてる最中なので、えー、続きをやります。皆さんあの、いいお正月でしょうか。去年はねあの、コロナで皆さんね、大変だったんですけどね、今年こそは。 まあいい年に、ね、なるといいですね。去年はね、うちはね、いろいろとね、問題が発覚しまして、まあ12月になってね、えっ、ー、と、俺がね、問題解決に行ったんですけど、その時にね、また新たな問題が発覚しました。それはですね、あのー、まあ、なんて言いますか、あの、ね、年明けてなので、 えっとちょうどね、まあ、神社なんかに行くといいみたいですけども厄除けした方がいいんじゃないかというような案件だったので今までねその厄除ほら正月にあのー、ね神社にね、えー、初詣行くんですけども今年はねコロナで、えーまあ、いつ行けるか分からないんですけど行った暁にはですけれどもいつもはねあのー 今は仕事してるわけではない特にあの商売をしてるわけではないのであの家内安全とかもお守りあるじゃないですか。で今はずっとあの商売繁盛とかであの今は商売あの家内安全の,あの、ま、お札をもらってきてるんですけどもそれよりはうちに必要なのはもしかしたらですねあの魔除けのような札が必要なんじゃないかという案件がねありまして。 えー、今までねそんなその魔よけのお札は買ったことないんですけれどもまあねあのどこにあるのかもしれませんがえー、っと今度ねその初詣行った暁にはその魔よけのね札を買ってこようかなというふうに考えてます。もうなんかうどううやらあのうちはねあのよく,よくあの僕あの ね、一回ねまあ,あのそれらしいのも見たことあるのであの怖い話とか好きでねあのケーブルテレビで本当にあった呪いのビデオとか見るの好きなんですけどもそれ見たらもしかしたらこれなんじゃないかなみたいなその要はあの,あの,怨念とかそのもしかしたらですねあのなんかうちにねこの恨んでる人がいてなんかあの生き霊みたいなの飛ばされてんじゃないかなって言ったらう と思われるその案件がありまして。だからね。あのー、悪霊大半じゃないけども、その魔除のね、えー、札をあの買ってこようかなと思ってます。今回描いたのはこれね。あの2、ー、人、生存を元にした。イラストで顔はね。あのこれ。元々はあのー、平手。ゆりなさん、てちのあのー、ね。えっ、ー、とこれ cd だけ。 のジャケットなんですけれどもこれをねあの俺の顔と融合しまして、えー、マースケセドということで、えー、今年はね書、えー、いております今ね、えー、もうだいたい下地塗りが終わりまして今から書き込んでいること、えー、行くところですまだ今年もねあのー、音楽含めて、えーえー、動画をね更新したいと思いますので、えー、その時はよろしくお願いいたします あそうそう昨年末にね、えー、ちょっと,あの、えー、とラジオの、ねえー、情報で仕入れたのは、俺があの、これたまたまですけども、80年代とかの、えー、ジャパニーズシティポップがね、あのお絵かきの BGM にこうお気に入りで聴いてたところですね、まああの、偶然なのか知りませんけども、 今アメリカでは日本のまああのまあ何十年代80年代あたりのシティ・ポップがなんか流行だそうでえっ、ー、と真夜中のドアなんかがね流行ってるそうでそれからの朝のラジオ番組でまあ俺の動画でよくねあの出てくる菊池桃子さんのラジオでもあの本人が言ってましたけどもえー、と菊池桃子さんも80年代のアルバムで、えー、そのような歌を歌ってたらですね なんかアメリカでこう流行ってるそうです。だからそのジャパニーズシティポップ流行りということでね、えー、いいですね。あのー、俺もね、好きな感じですのでね、またどんどんね、流行ってもらいたいなと思います。というわけで、えー、今回も新年のご挨拶ということで、えー、まあ、お絵かき中のイラストと、えー、まあ、さまざまなお話をさせていただきました。えー、またね、 じゃ今後ともまよろしくお願いいたします。以上マースケチャンネル3でした。ご視聴ありがとうございました。